風評被害を恐れる漁業者は今も反対の姿勢を崩していません。漁業者の不安は解消されておらず、未曾有を残したままの放出の決断となりました。結果的にですね、特に漁業者からすればですね、理解情勢は進んでいないと我々は受け止めております。科学的な安全性に対して、理解は進んでいるということで話はさせていただきましたけれども、放出自体を理解しているということではないんで。寺澤組合長は今日午後、報道各社の取材に応じました。放出で懸念しているのは海外の反応です。実際に海外の輸出規制が強まると報じられて以降、アワビの価格は下落していて、今後賠償を求める考えです。いろんなそういう駆け引きの道具に使われてですね、結局困るのは生産者であり、そういったことがあってはならないと思ってますんで、今後も国には総理が昨日約束した通り、しっかりとそこのところに対して全責任を持ってやっていただきたいと思います。ホヤやホタテの養殖や輸出に取り組んできた石巻市寄磯浜の遠藤仁さんは、今後の取引への影響を心配します。24日っていうと木曜日ですかね、あまりにも急なのかなと。本港サイトの方に連絡もしなくちゃいけないし、今入っている注文はどうなるのか。政府や東京電力には風評被害の補償に加え、販路開拓への支援も求めたいと言います。まずは流通と止めない、保証出ていても、保証では皆さんどうしても食べていけないんですよ。はっきり言って、保証だけでは頑張って、安くても作る。遠藤さんは新たな輸出先としてヨーロッパやベトナムの市場を開拓したいとしています。